26歳まで。すごいあっけなかったさ、見てて。45歳、ガチ無職なんですよ。11年半。兄弟そんなに言ってた？オーダー始まりました、マジシャンです。さあ、今回はですね、めちゃめちゃ久しぶりに、お久しぶりです、はい、ビリオジに登場していただきました。ビリオジです。はい、今8時半ですかね。はい、5時間半遅刻。ちょっとすいません。すいません、本当申し訳ないです。沖縄から来たんですか？違います。沖縄落ちたんです。そうでしたね。琉球はダメです。何浪？自分の思ってたのは2浪して、でその後、まあ、大学行って社会に出て働いて、で再受験をし始めてからの老い3浪っていうので、2浪プラス老い3浪っていうつもりでいたんですけど、浜井換算っていうのあるのご存知ですか？知らんか。浜井換算でいくと26浪になるみたいです。なるほど。そっか、あの大学のやつも入れてる。高卒からのやつ全部っていうのになって26浪です。26浪で見たんですね。26で2浪ですね。はい、26で。そうですね。はい。あ、そっか。じゃあ2年前に細井さんとこで。そうですね。2年半前の夏に最初にやりますって言って。で、1回目が。全然ダメで。はい。どこ受けたんですか、最初は。最初は、岐阜大学、愛媛大学。はい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 。で、どちらもダメで。うんうん、で、その翌年に琉球大学を受けたんですけど、うんうんうん、それはもう共通テスト失敗してて、はい、で来年を受けようと、うん、でそのために経験もしとこうと。なるほどなるほど。で面接の点数とかもただ開示すれば分かるじゃないですか、経験だと思って受けて、でそこはもうダメで、うん、で今年が言ったらもう本番だったんですよ。なるほど。で落ちました。そうですね。だからすごいあっけなかったさ、見てて。合格発表めちゃめちゃあっけない終わり方だなと思って。いや、あれだってあっち側を映さなきゃダメですよ。自分しか映ってないから、この表情を映すっていう。パソコンの画面映ってないから。そうなんです。もうすごいあっけない終わり方。ノー編集でずっとやってきたんで。まあ、でもその前に大阪医科薬科大学の医学部を受かっていて、はい、うん、そっちが嬉しすぎて、はいはい、もうなんかもう気持ちがどんどんそっちに行ってしまってたんですよ。じゃあ大阪に行くんですか？行きます。進学します、ついに。どうすんそれ、単身で行くんですか、それとも家族連れてくんですか？はい、単身で行って、はい、奥さんもでも今も関西にも仕事がこうあって行ったり来たりしてるんですよ。だから向こうにも拠点があるといいよねっていうので、うん、一人で行きます。羽を伸ばして浮気はできないってことですか？違う、奥さんが定期的に見るんですけど。羽を伸ばすってこと絶対忙しいんで。まあそうですね、医学部の中も忙しいし、はい、仕事しながら大学行くんで。あ、仕事しながら。はい、今やってるその塾の仕事とかはどうなっちゃう？横浜に行って、横浜の予備校に行ってたんですけど、はい、全部おしまいで、はい、今だから45歳ガチ無職なんですよ。なんか仕事ください。仕事ください。あ、武田塾のなんかないですか？まあ、理科のルートめっちゃ作りますよ。学生ですから難しいですよ ね。だから時給学生に下がるんですかね。そうでしょうね。学生バイトに、学生バイトになるんじゃないですか。いろんな塾で働き始めることになるんじゃないですか。そんなことになります。あとはね、いろんなぼっち系 YouTuber とかもね、大学の様子とか、はい、生活の様子流して人気出ればですけど。人気出ないでしょ、おじさんも。あ、でも、うん、偉大生 YouTuber になるじゃないですか。そうですね、偉大は偉大ですから、はい、だからそれいりますよ。ベテランチとか、はいはい、リリ先生とか、はい、いや全然違っちゃう。ベテランチ、リリ先生、ビリオジですよ。あ、ビリ先生ね、はい、いや同じくくりですよ。同じじゃない、同じくくりです。偉大生 YouTuber なんで。同じじゃない。大阪に行きます。大阪の皆さん、仲良くして。まあでも関西、まあ、大学関西だったから。そうですね、はい、京都で長く行きすぎて、はい、11年半って。京大そんなに行ってたの？そうなんですよ。でその4年いられて、4年休学できて、はい、4年留年できるんですけど。なるほどなるほど。で12年フルで行くと助手になるんですよ。はいはいはい、ありますね。でそれを半年だけ早めにして。なるほど。で最後自主ホニャホニャをしたんで、おー結局ダメじゃん。もう救急車来ちゃった。なんでそんな伸ばしたんですか？途中でもう働き出しちゃったんですよ。はいはいはい。でそのカフェを作って。あ、カフェを作った？はい。イタリアンですか？
どういうことですか。いやいや、これ中山連合のくだり。あ青学の中山学生の時に喫茶店ですかね、はい、はいはいはいを作って、それを経営し始めて。インベーダーゲームとかやるやつですか。そんな純喫茶じゃないんです。麻雀のとかじゃ今ダメですよ。麻雀とかポーカーとかダメですよ。そうですね、そうですね。コーヒーをこうやってドリップで入れて、はいはいはい、っていう喫茶店のマスターをし始めて、はい、で休学してスペアなんですけど、はい、なんか道草の道草の道草をし続けた挙句、今医学部入りました。それは単位が取れなかったからずっとやってたんですか。いや、お店をやりたくて、はい、そっちをやるために行ってられるなということで、うん、お昼もずっと働いてたと。はい、そういうことですね。もう単位取れなかった、はい、変わんない。でも休学してる間はもちろん取れてない、はい、なんですけど復学採用したんですよ、はい、してからは1年で60何単位とか。あ、なるほど。もう一回大学行った時がすごい楽しかったんですよ。あ、で、あ、これ一回社会に出て勉強するとすごい楽しいなっていうのがその味を占めて、うん、なるほど。で今だったら医学部に行ってもう一回勉強したいなと思って。でもやめちゃってるわけですもんね、それね。途中で無理や。高田風民か。だからあの風民のゴリゴリの同じキャリアの先輩なんですよ、はいはいはい、もっと羨まった方がいいと思うんですよ。風民がこんな感じになるわけです。なるほど、コンプレックスね。そのまま行くと、いや、もう一回受けた方がいいですね。で予備校とか塾で働き始めるのはいつから。あ、ちょっと前後しちゃったんですけど、大学に入って、その京都大学で、うん、もう1年生の終わりぐらいに医専予備校の講師をし始めて、はいはい、そこでこうすごいお給料いっぱいいただけるんで、うん、そのお金を貯めて喫茶店をやり始め、あ、なるほど。で休学をして4年5年ずっとそのお店をやってたんで、はいはい、お店やってる時は教えてない、はい、教えてないです。1年だけ被ってたんですけど、はいはいはい、これもうコーヒーと向き合わなあかんとなって。コーヒーなるほど。やってました。でその後お店はある程度落ち着いたんで、はい、まあ、後輩に引き継いで、はい、で自分は大学に復学したんですけど、うんうんうん、その時はすごい勉強しましたね。それで勉強多分好きになりました、うんうん、しかしなかなか英語が伸びなかったはい。え、去年はじゃあ琉球しか受けてない。去年はそうですね、後期山梨出したんですけど、足切られました。そうっす、フットカットしてました。フットカット、何ですか。キットカットみたいな。きっと活動じゃなくて、ね、足切られるぞみたいな。そっちで行っちゃいました。それで今年は前期後期入期を出したんですけど、はいはいはい、前期の面接の点数の印象がちょっとでも上がるんじゃないかとか。はいはいはい、なるほどね、はい、でもう気持ちはもう前期後期どちらも沖縄なんですっていうことも伝えたくてそうしたんですけど、はいはい、まあ、前期を受けてダメで、後期の方がボーダー高いので、うん、はいはいはい、その大阪医科薬科で特待生をいただいたんですよ。はい、特待生、45歳なもん、はい、もうそれが嬉しすぎて、はい、行こうってなって、はい、後期は受けず、なるほど、大阪医科薬科大学の学費を納め、特待生だと何がいいんですか。最初に1年目にかかる費用がガクッと減るんですけど。下がるんですね。私立医学部なんで、はい、トータルはやっぱり高いですけど、後期試験はもう面接と小論だけで、はい、ね、ほぼ共通テストで決まるんで、うんうんうん、もう目はないなと思って。なるほど、共通テストも、はい、まあ、前はね、あのなんか数 1A のやつを数1解いたとかね、やりましたしね、はい、やりました。もうだからこの2年半でありとあらゆる失敗を全部してきたんで、はい、失敗の百科事典的なところあるんで。なるほど、生徒に伝えられることがめちゃくちゃ増えましたね。あ、確かにそうか、自分で教える時の、はい、数 1A やれよみたいなこととか、失敗のウィキペディア、はいはい、今回は琉球の英語で、はい、模試でこうやってこう用紙があって、うん、こう書いてひっくり返したら下が上になってる形式あるじゃないですか。ありますね。あの形式だったか逆だったかあれなんですけど、うん、とにかくそれで上下反対に書いて、もう1枚全部が自由英作文なので。なるほどなるほど。問題番号と線しかないからも書いてて、最後書き終わって、あ、番号こっちだ、2人。これ採点してくれますかね。してくれると思います。普通はやってくれると思います。聞いたことないですけどね、その状況を。ドジっ子おじさんなんですよ。ドジおじ、ドジおじ。例えば32点だった、あ、でも逆さに書いてるから23点とかっていうのは聞いたことないんで。めちゃくちゃ面白い先生じゃないそういうの聞いたことないんで、はい、そんなことある。だからもうありとあらゆる失敗をしました。だからその勉強法についてもとか、うん、リアリティのある失敗がいっぱい増えました。その大阪医科に行くと。行きます。おめでとうございます。なんか複雑なおめでとうでも琉球受かってたらどうなってたんですか。
ですか？琉球でも単身で行ったわけ。そうですね。いやこれからでもどうするんですか？これ医者にはなる？なります、なります。ってことですよね、はい、なんかねツイッターとかにはね応援のコメントも来てましたしね、僕も40で入ってとかっていう、はい、来てたと思うんですけど、いろんな方先輩方がいて、45入って50ぐらい研修医で、はい、60で開業、開業まで行くかはまだ全然わかんないですけど、開業とともに、まあはい、まあそのままレストインピースで、ちょっとやってないですね。今100年あるらしいんですよ、人生。そうですね、だから今からでも学び直して、うん、もう一個人生あるぞと思って入るんで、100まで生きるつもりです。ボヨボヨで大丈夫です。でも何かにするとか決めてる？いや、入ってみないと分かんないですね。自分のイメージはいくつかあるんですけど、やっぱりこんなドジっ子のおじさんが今から外科手術とか怖いじゃないですか。はい、こっちだって怖いんで、うん、まあどちらかというと、例えば精神科で、人の悩みを聞いたり、人生に迷ってる人がいたら、もうこうしたらとか、そうなったらすぐできるかなとか。指導2世。指導そうか、ね、指導先生いくつか内科とかそういう方が、まあ、なるほどなるほど、やりやすいかなと、うん、内科ならできるのではないかともう来るかなと思ってます、はい、これからビリオジのチャンネルで医学生 YouTuber としてなっていくんじゃないですかね、はい、期待していいのか分かんないですけどドジっ子おじさんの日常生活、あとでも医学部ってこうだよとかっていうのは、まあ、いろんな人がやってると思うんですけど、自分から見た目線とか、うんうん、そういうところをね、はい、見せていてもらって、まあ、多くの人に希望を、はい、大人たちに希望を与えてほしいですね。学び直して最近よく言われてますけど、はい、その手前でなんか諦めちゃってる人たちもいっぱいいると思うんですよ。そうですね、うん、やってみたら意外とできるんで、絶対ね、まあ、医学部行こうと思ったけど諦めちゃったっていう人も多いと思うんで、はい、そういう人たちの希望に、そうです、なんか相談あったらじゃんじゃん来てください。これからもビリオジ応援してあげてください。ありがとうございます。はい、ビリオジのやばい反省を聞きました。やばいです。